じゃあジャズってどんなんなのかっていうと、基本アドリブというものを弾きます。やっぱりアドリブ、その場で即興でいろんなメロディーを紡ぐんですよね。まあ例えばね、なんかこんな、そうやったらちょっとなんかおしゃれな感じするでしょね。もう知りかこんなんがまあこうやってアドリブ。でもこれだけじゃないですよ。やっぱ曲があって、その曲の中でアドリブを取るっていうのがあるので、まあそれをね、今日は洋楽ヒットソングの前にちょっとレクチャーできればいいかなっていうので、まあ簡単なジャズの曲のね、まあ定番となりつつあるフライミーというサンプルね。フライミーというサンプルって知ってますか？私を月まで連れてってみたいな感じのキュートな曲ですけどね。そんなのもちょっとジャズだとこんな感じになるよっていうので、まあわかりやすく、あのテーマっていうのをまず最初に弾くので、まあそんな感じでいきますか。ワン、アンドゥー、ワン、アンドゥー、スリー。
こうやってやっていくという。なので、まあアドリブの部分があってテーマの部分があって、なので、まあ今回洋楽ヒットソングなんで、まあ歌の部分をテーマと呼ぶので、でそこの部分でアドリブをまた取るというのは、まあ分かりやすいんじゃないかなと、非常にですかね。お、取られましたね。これはもう一回ジャズのコードがここで、おい、一向に曲が味わんねえぞと